国道443号は、大川市の重網を起点に、日川町の日川町宮原を結ぶ、熊本地方のローカル国道です。総延長は 135.5km、現道は 123.9km で、全国190位の長さです。大川から熊本市内を避けるように東側を、宮山、山が、菊池と通りましき、交差を抜けて日川に至ります。 2016年の熊本地震では国道443号も大きな被害を受けました。特に益城町付近は地震による断層が表面に現れました。宮間市から有明沿岸道に抜けるバイパス道路も国道に指定されています。沿線には道の駅宮間が設置されています。三里町には社会に至る階段として3333 33段もの段数がある日本一の石段があり、 町おこしのシンボルになっています寄り道にいかがでしょうか大川から氷川まで国道443号で走破すると約3時間かかるようです